パンを焼いてください。私が焼いたパンをお客さんが食べてくれるんだよと。私ちょっとだけ待って。早い。顔ついてたね。かわいいね。こんなことしたら時間なくなっちゃうよね。焼きたてパンをもらった、ありがとう。怖いって。なんか怖いよ。サーモンパイもらったし、まずそうなサーモンパイだ。はい、どうも皆さんこんにちは、チャオリンゴと言います。 Nintendo Switch は滑りダウンロードタイトル中心にほぼ日実況配信やってます。 YouTube のチャンネル登録よければお願いいたします。それじゃあ今日はホゼルソウルズっていう新作ですね。よろしくお願いします。このゲームなんですが、アドベンチャーゲームでして、主人公がですね、自分の研究に必要な神秘的な石っていうね、まあ、直訳したようなそのアイテムがあるんですけど、そんなものを盗まれてしまったので、それをね、このホテルの中で探すっていうゲームです。主人公はね、人間じゃなくてなんか、お化けみたいなそういう生命体っぽいんですが、ん？待て、お化けって生命体って言わねえよな。まあ、とりあえずなんかね、やっていけばわかるかなと思うんですが、なんか不思議な生き物です。じゃあちょっととりあえず始めてみましょうか。なかなかね、ゲーム画面の雰囲気とかいいなと思ってて、あ、これはちょっとやってみようと思ってた作品なので、楽しみですね。このスタジオ初めて見るな。よし、行くか。プロコンでいきまーす。おぉ。さあ、ホテルですが、まあ、建物としては悪くなさそう。音楽の雰囲気いいね。で、このゲームね、マルチエンディングらしいので、制限時間が5日間っていうのがゲーム内時間であって、まあやっぱ見つけられるか見つけられないかとか、あとは犯人探せるかとか、そのあたり違うのかなと思います。じゃあ行きましょうか。新聞みたいなのか。まあこれが神秘的な石ですね。そう、主人公こんな感じなんで。最初はなんかお化けかなとは思ったんだけど、ちょっとそれ安直かなと思いながら。人は人のまたちょっとその描写違うもんかね。はいはいはい、手に入れたのか。神秘的ですね。主人公はね、なんか薬の研究をしてるらしくて、それがなんかこの石が必要らしいんですよ。でちょっと遠出したから今日は疲れたなと思ってホテルに立ち寄って、そしたら亡くなったみたいな流れらしいです。ホテルソウルズに来ることになりましたと。このなんていうかな、僕全然イラストの知識ないからあれなんですけど、ペイントのスプレーみたいなやつで描写したような独特のデザインのイラストいいですよね。で、これはちょっと待ちです。Aボタン押しても進みません。ローディングですね。今ね、必死でホテルを、おしてますね。はい。ゲームを進行しながら撮ったストーリーの収集要素はジャーナルに記録されます。ジャーナルをカーソルを動かして左上のアイコンを押すか X ボタンを押して開くことができます。じゃあ X で。はい。会話 A ボタン、R ボタンでスキップできます。これジャーナルです。おお、日記だね。ついに死が手に入った。これさえあれば画期的な新薬が発明できるので、私のなくて悲しかった無名生活も終わる。帰る前にホテルでしばらく休んでいこう。本当に古くて狭くておかしなホテルだ。それも何か人の心引くところがある奇妙な場所だ。長い旅で溜まった疲れのせいで早くぐっすり寝たい。よし。これね、カーソルが2つある。R スティックで動く。あ、カーソル2つっていうのおかしいな。主人公は左のスティックで、こっちが R で、右のね、スティックで動かせます。お話しようか。クセのチェックインしないとな。そうだよな。ホテルソウルズへようこそ。やる気なさそう。寝てる。なんかこういうのね、地方にあるね、おじいちゃんとかおばあちゃんがやってる旅館だとね、受付の人寝てるとかよくあるらしいですよ。で、これは、ここで話しかけられるのか。はい、宿泊は一泊に100ゴールドです。はい。あ、それと。長期滞在は受け付けておりません。5日後には退出しなければなりません。はあ。チェックインしますか。5日間泊まります。そんなに？そんなに遠いところまで来たな。5日後には必ず退出してください。本当に。
はい、地下の場に行けば、ソウル地方の人物のお酒、ショール中 ああ、なんか、お酒の名前っぽくうまくしてますよね。はいはい、その地方からおいでなら、ぜひ一度お試しください。ちょっと癖強そうだよね。はい、これでは、これが202号室の鍵です。はい、ありがとう。そのレベルは52ご利用ください。すごいびっくりした。はい、荷物を置きに行かなきゃ。荷物置きに来てくる人はいないんですね。 まあまあまあ、ホテルのサービスいろいろだからな。すげえな、でもなんか、そう、ホテルって無駄にこういう階段の構造にするよね。 ね、今ね、僕、動物の森でこういう構造を作ろうと思ってるんですけど、金がねえんだよな。 階段1個作るのに、もう十何万ぐらいかかるじゃないですか。大変だわ。ここ2階？お、パンを焼いてる匂いがする。へえ、パン生地、パン生地。 この生き物は何なんだろうね。特段なんか言ってることもないけど、これ何？卵だ。卵黒くないでしょ。これは？平凡な写真のフレームだ。はい。パン生地、パン生地。パンが好き？好き。パンを焼くのは実はあまり重要なことじゃない。何かすることがあるのはいいことだよ。しかもいつも有り余ってるから。なんか Y と X がめっちゃ話してるんで、押します。これアイテムだな。Y のやつがアイテムで、石です。はい。手に持ってると変な音がする。お金ちょっと減ったな。古い新聞。見る。まあ、これは、これさっきのオープニング出てたやつか。神秘的な光と音を放つ。あ、ちょっと待って。待って、滑るんだ。香りを吸うと気持ちが良くなるけど、健康のため吸いすぎには注意しよう。よし。あと、まあ、X は、202号室に泊まることになった。いつかしか宿泊できないなんて。長期の宿泊許可を受け付けない理由でもあるのか。この人はショール中というお酒が、有名だという。なるほど。なんかやたら甘そうですね。で、202号室です。たまたまです。すっごれました。何これ。 怖いんだけど、清掃行き届いてないじゃん。ほっこり。人生は儚いものなのに、人よ、何をそんなにさまよっているのか。これは人なのか、主人公は。 そこの方が気になる。ああ、いなくなった。怖い。これ何？何もないか。じゃあ行くか。これはアイテムを使うチュートリアルですね。やるじゃない。はい、開けました。入りましょう。そこそこの家、部屋だな。家って言っちゃった。これは？いや、まだいい。こっちが気になる部屋だ。なんかベッドにカーソルがあっちゃう。そういうもんなのか。お。4月5日、ここにずっと閉じこもってるからか、私もだんだん精神がおかしくなってきている。何これ。 お風呂ですね。バスタブだ。なるほど。流れた。ちなみに、まあ、僕こうやってカーソルね、あれで動かしてやってるけど、自分で近づいて押してもいいっぽいね。まあ、別にそれでもしっくりは来るな。ジャーナルに保管。奇妙なメモ。ちなみに今日ね、一緒に出た、配信されたゲームなんですけど、ちょっと精神がおかしくなりそうなホラーゲームかな。ネバーエンディングストーリーだっけ？ネバーエンディングナイトメアですね。そんなゲームがあるんで 気になる人はチェックしてみるといいと思います。あっちはかなり精神おかしくなりそうです。じゃあ寝ますか。何時だ今？まあいいか。あれ、寝る場合どうすんの？こうか。寝ます。寝る時間だな。2日目の朝、セーブしました。で、多分ここで盗みが行われるみたいなもんでしょう。足音がする。部屋がめちゃくちゃじゃん。一体何があったの？本当だな。すげえな。
まあ寝るか。まだ眠くない。はい。100円だったソファーみたいだな。あ、アイテムがないね。とりあえずトイレは流す。お、これは自分のカバンか。はい。あ、一応焦るんだ。かわいいな。鍵のかかったドアを開けて入ってきたことからして、このホテルの従業員の一人が盗んだのは明らかだ。まあ、なるほどね。じゃあ、何に従業員たちについて記録しておこう。さあ、行きましょうか。パン職人。ああ、いたね、そういえばこんな人。従業員の調査。2階のミニベーカリーでパンの生地をもみもみしている人、ゆったりした人だ。なるほどね。あとは、あれか。一番最初にね、僕たち、フロントの受付してくれた人か。まだ2人しか会ってないよね。今、びっくり出たんだけど、あ、こっちか。このね、多分これ元がパソコンゲームだからかな。まあ、カーソルを、動かす感じは若干、最初慣れないんですが、多分そのうちすぐ慣れます。はい、この人、ウェイトレスでした。ああ、本当にでも、情報を聞くんだな。はい、なぜあえて食べて生きようとするんですか？ヒヒヒ。じゃあ、歩けて確認しましょう。ウェイトレス。これってどう動くんだ？ちょっとね、ここに入ってから、あ、できたできた。え、これ、あ、なるほど。フロントスタッフ、ゆっくり喋るフロントスタッフ、シニカルな従業員。オプションの警備員が何らかのマッチを探してるようだ。ね、BGM はすげえいいなと思います。ウェイトレスか。石が大事なんですか。お客さんもちょっとおかしい方ですね。メニューは一つだけ。鮭のパイ、20ゴールドです。本当に注文する人がいるなんて。 まあ、とりあえずご飯食べようか。 いちいち可愛いな、このゲーム。てか、細いな。 上島さん。はい、お腹いっぱいです。地味にお金減ってますね、これで。話は聞こう。ではまた。まあ、できることはしたかな。ああ、黒焦げだしね。そんな 急だよね、なんかね。まあ、そういう温度感のある人は面白いけど。はい。ここでパンを食べる人はあまり多くないか。それでもいつも焼くんだよ。石がなくなりました。落とし物、それはよくわからないけど。でも、ヒヒヒヒヒヒ、地下で、それが待っている。お客さん、ははは。私に言えることはそれだけさ。なんだこれ。おえ。なんだよ、これ。アスキーアートみたいな喋りをすんだもん。パンを焼いてください。私が焼いたパンをお客さんが食べてくれるの。ちょっとだけ待って。早い。 顔ついてたね。かわいいね。こんなことしたら時間なくなっちゃうよね。 焼きたてパンをもらった。ありがとう。怖いって。 なんか怖いよ。サーモンパイもらったし。まずそうなサーモンパイだ。あー、これか。 あれでしょ、これサーモンだから。サーモンだけどさ、似たようなもんとして、いわゆる魔女の宅急便のニシンのパイとか、こういう感じだったよね。やっぱりあんま食欲出ないよな、こうやって頭つけられると、頭つけられるとさ。 へえ。話すことは話したか。 OK。 ちょっとジャーナル更新されたから。 これで謎解きゲームなんだよね。面白いな、なんか。地下でそれが待っている。人と話しますか。まあ、地下行ってもいいかな。まあ、情報収集ですよね。でも超 BGM の雰囲気いいな。蛇口は止めなさい。ああ、僕、都市伝説だと思ってるんですけど、歯磨くときに水出しっぱにする人っているんですか？そんな人。僕、ありえないと思う。意味がわからないなと思うんだけど。昔から。
はい、うっかり踏んで割れてしまった。やっちゃったね。あ、冷蔵庫にそういえば卵僕1個だけ入ってんだ。どうやって食べよう 決めてなかった。この人は掃除してる人か。メイド、いや、話します。メイドがすることなんて決まってるだろう。カーペットをきれいにする。ここはないから時計。お客様への態度がなってねえな。前の部屋はなぜ私が掃除する。はい、自分の部屋は自分で掃除しないとなと。ここはそういうホテルなのかな。やだ、はい。はい、私特製の注射がありますよ。怖いよ。必要ならおっしゃってください。はい、この料理は召し上がってみましたか？栄養学的に完璧ですよ。私の仕事はお客様をお手伝いするということです。お金さえちゃんと払ってくれます。それは表情が良くないですね。意思がなくなりました。それは何ですか？大体話したかな。良い一日になりますように。西については知っていることがないようだ。本職にウェイジョスメイド。神経質なメイド。雑念さえ許されないメイド。ひどいねって書いてある これね、主人公のなんかメモっぽい感じがよく出てていいですね。これ何？うわ トマト。私はジュースになるんだ。はい。さっとトマトを噛んだ。蓋が開いている。ここは？ありがとう。ホールか。たくさん食べて。幼い子供。練り餌かなんかだと思った。なんか投げてる。鮭たちが水の外に出て自由になったらいいな。でもそうなるとみんな死んでしまうだろうね、と。鮭に餌を与えてるんだ。ここに、鮭住んでる。鮭って池とかにいるもんですかね。なんか、川登ったりしたよね。さあ、そんなに話は知らないかな。じゃあね。すくすく育っている。これは何これ、ひよこ？ ココちゃんだって。 卵を手に入れた。本当に？マジで。庭、新鮮な風、新鮮な埃 新鮮な埃 今日はダメなの。釣り人かな。釣り人、お前がそこに突っ立っている魚が逃げてしまう。どけ。この世界にいるとちょっと怖いよ、なんか。いや、でもまあ知らない人に話しかけられたらこういう反応になるよねっていうところもあるけどさ。お客さん、このホテルの人たちに親切にしようとしたって無駄だ。早くここから出ていけ。石がなくなりました。何もしないよ。もっと大きなものを失わないようにこのホテルから出ていけ。かわいそうに。かわいそうにってないんだし。ああ、そうか。子供が言ってたのか。さ、なんか時間ってどうやって過ぎてるんだろうね、これね。一応、タイムは出てるんだけど、右上に。でもいいね、このゲームの雰囲気はかなり好きだな。何これ。 はい、インゲン豆の彫像だ。ああ、まあそう言われてしまうとそうだよねって感じだけど。なぜインゲン豆っていうのは言ってはいけないんだ。はい。酒でも飲まないか。お、何これ。マッチ依存症を警告する公共広告だ。なんかこの世界はどうやら説明文見るみたいに、マッチ自体がなんかタバコみたいな役割を担ってるっぽいですね。怖いですね。従業員かわからないけど、なんかたくさんいんな。はい。幼い子供。自由に関して独自の哲学家があるようだ。ああ、わかる。まあ、僕も中学2年生ぐらいの時ね、宇宙について考えててね、ある程度一回は理解したと思ったんですよ。もう理解できないですね。はい。子供の頃ってそういうことあります。釣り人。文句ばかり言ってる釣り人。この人たちだっても従業員なのか？まあいいか。うわ、なにこれ。誰も私を理解できない。バーテンダー。心配でたまらないという顔ですね。
レモネードは答えを知っている。うわ、バーテンダーの人言いそう。めっちゃ言いそうじゃないですか。はい、いろんなことをしながらずっと立ってるんですよ、と。もしかさっきのさ、レモネードのやつとかさ、なんか、キャッチコピーとかにありそうですよね。石がなくなりました。それはよくわかりませんね。落とし物なら誰かが地下倉庫に届けたかもしれません。鍵がかかってますが。地下倉庫の扉はそこの右の角にあります。わかりました。バーテンさん、ちょっと動くんだよな、この人。タロット占いをしてください。はい。お、すげえ、占いだ。やはり真ん中か。これ何？今夜は人殺しの夜だ。寝てはならいけない。怖いなぁ。はい。もし寝たら明日の朝には屍になってるはずだ。殺人まで起こるのか。怖いな。勝利帳一杯ください。勝利帳を頼むなんて。分かっていらっしゃいますね。こいつはソウルズ地方だけで味わえる名物なんですよ。でも今は材料が尽きてしまったようですね。何使う？なんか果実とかでやっぱ使うのかな。果実酒っぽい名前だよね。一日中デモンの話ばっかりしているバーテンダーにタロット占いをしてもらった。ところがタロットカードが5枚しかなかった。占いの 読み解きもおかしいし。はい。あ、これ本当に主人公のメモっぽいんだな。ホテルの規模は小さいからかな。この狭い匂いで食材を自給自足するようだ。こんな小さな池に鮭が生息するなんて信じられないね。さて、なんかいろいろあんな。誰か来たりするのか。誰？ 影が薄くて話しかけられない。半透明の人がいる。幻覚か。てか、やはりあなたは人間なのか。 とりあえず設定は人間っぽいね。ピアノじゃあ。何これ。黒い蛇だ。なぜか警戒されてるようだ。まあなぜかというか、まあ 蛇は警戒するよね、きっとね。ここには何もない。なんかいたよね。ビリヤードだ。ダーツだ。お、ダーツゲームだ。やろうか。遊びが前か。よし、行くか。本当だよな。 なんか後ろに気になるんだけど。お、ダーツの神。僕、ダーツの神らしいですよ。これさ、自分で、手持ちはね、動かさないんですよ。ダーツが動くから頑張れってやつ。あ、点出るんだ。そういやさ、僕びっくりしたんだけどさ、ダーツって真ん中じゃなくてさ、なんだっけ、20のトリプルだっけ？真ん中以上に点取れる場所がさ、微妙にさ、あるっていうのが、なんか不思議だよなと思った。真ん中でよくねとか思うんだけど。お、何これ？レトロゲーセンか。あいにくだけど、ここら辺は調べられないな。あ、何これ？地下室のドアが鍵がかかっている。おっと、従業員たち会話できる話題が追加されました。なるほど。あそこに私の石があるのか。誰か鍵を持ってないかですね。よし。まあ、このホテル何階建てかな？まだまだ全然会ってない人もいるんだけど。ここには何もない。よし。この辺にセーブとかあるのか。あ、あるんだ。これセーブされた。 あまりにも普通に戻ってしまうからめっちゃわかんないんだけど。よし、ちょっと X で。まあでも地下でなんか待ってるとかいう人もたくさんいましたよね。たくさんじゃないか。一人行ってた人もいるか。よし。じゃあ、結構気になるところですが、地下倉庫にどんな手を使っても入らなくては。まあ確かにね。じゃあ次回ちょっと地下倉庫突破目指して、今日はこのゲームね、雰囲気割と分かったかなってところで終わりにしていきましょう。続きまた撮ります。まあでも、このゲームね、めちゃくちゃ安いんですよ。確か。セールで今は100円ぐらい安くなってて700円ぐらいなんですが、それなくても普通に880円ぐらいなんで1000円は切ってるんですよ。どうなんだろう。時間は割と短めなのか。まあでもマルチエンディングだからね、また楽しもうって楽しみ方もできるし、まあなかなかいいゲームかなと思いますね、雰囲気含めて。じゃあまたちょっとやっていきますが、今日ここまでです。じゃあ、そうですね、どんな結末を迎えるのか。
勝利中はどんな酒なのかとかいろいろ気になりますが、じゃああなたのレモネードに乾杯ということで今日はおしまいです。じゃあまたよかったら見てください。さよなら。